昨日シーズンを終了したばかりの3人の選手がこの後新潟一番のスタジオに生出演です。こんにちは、新潟一番です。そうです、今日は豪華な3人のスペシャルゲストに新潟一番にお越しいただいています、はい、早速ご紹介いたしましょう。J1 昇格、そして J2 優勝を果たしましたアルビレックス新潟よりキャプテン堀米雄太選手、高木義明選手、千葉和彦選手です。よろしくお願いいたします。おめでとうございます。おめでとうございます。皆さん昨日の今日でお疲れは大丈夫ですか？大丈夫です元気だ、飛ばしていきますね千葉選手。はい、ありがとうございます、はい、ここでちょっとまず代表して堀米キャプテンにまずお話を伺いたいんですけど、シーズン終了しました。一夜明けて今どんな心境でいらっしゃいますか？もう解放された感じですごくほっとしてます。やっと終わったかと。はい、そうですか。昨日のセレモニーで我慢していたお酒がこれでようやく飲めるとおっしゃってましたけども、はい、昨日は飲まれたんですか？昨日はたっぷりといただきました。いつから我慢されてたんですか？2022年の1月1日から、お正月からずっと。これやっぱ願掛け。はい、そうですね、昇格という、はい、そうですか、願が叶ったわけですね。美味しかったです。あ、よかったですね、はい、今日は番組を通してたっぷりと3人の選手の皆さんに、はい、今日も飲みながらね、ちょっと行かせてください3人の選手の皆さんにはこの後もたっぷりお話を伺っていきますが、まずは J1 昇格を果たしました今シーズンの振り返りを見ていただきます。やっぱり千葉劇場には笑い、涙、感動、エンターテインメントの全てが入ってますよね。全部入ってますね。全部入ってますね。いい映画でしたね。本当素晴らしい。映画じゃないね。だと思った。だって選手の方がサポーターにアンコールを呼びかけるってなかなかないんですよ。本当に。ドーハみたいな形でしたね。で千葉、なぜ千葉選手は、なぜもう一度サポーターの元に戻って声をかけたんですか？声出し応援、本当に2年半ぶりぐらいですね、はい、で本当ウォーミングアップの時からもうすごい感動しちゃって、で僕の中でアルビレックスの応援歌といえばあれなんですね、愛してる新潟、はい、であの時もベンチで阿部選手と、いや、やっぱいいよね愛してる新潟ってみんな話しててで阿部選手も、いや最高ですね千葉さんと、いやもう一回歌いましょうみたいな、はい、試合終わったらそういう流れになったんで、はい、これ阿部ちゃん一緒に歌おうぜみたいな。本当にこれアウェーなんですよ今の、はい、アウェーだと思えないぐらいの熱気がありましたね。伝わってます。ありがとうございます。妙な間がありましたね。ここでちょっと同じ番組やってるんですけど、なかなか息が合わないんですよ。はい、すいません。そんなことない。失礼しました。さあ、では続いて今季1年チームを率いました松橋監督について選手の皆さんに伺っていきたいと思います。はい、堀米キャプテン、この1年間、まあ、コーチとしてはその前の1年間もそうですけども、監督ってどんな人だなと感じますか？いや、本当に知識が豊富で、いろんなところからの知識を僕たちにこう伝えてくれて、それでモチベーションも上げてくれて、本当に刺激を受けっぱなしの1年間でした。高木選手はいかがですか？いや、僕は小学校の頃から、はい、力蔵さんに教えてもらったことがあったんですけど、その頃から変わらず熱い情熱を選手に注いでくれてます、はい、そんな松橋監督、今季は名言をたくさん残されたんです。ました。いや、松橋君笑ってらっしゃいましたけどお茶目ですね普段からそうなんですか？指導されてる時から、まあ、大体こんな感じですね。あ、こんな感じ、はい昨日の超最高は堀米選手のスピーチで、新潟超最高って山口元キャプテンの言葉を、はい、周到した後に監督がそれを超えてくるっていう演出でしたね、はい、やられましたね。やられました僕がね、やっぱり どこのニュースでも僕のあれが使われると思いきや、やっぱり超えられちゃいましたねやめていただきたらです、ね、千葉選手その後なんか言葉を求められたらどう言ったんですか？いやー、ちょっと今降ってこなかった
超最高とか言ってみたいなと思います5分後にもう一回同じ質問わかりましたさあではここからはですね選手たちにいくつか質問をしてみたいと思いますまずは松橋五郎君もありましたけれども選手たち一人一人の松橋監督から言われた言葉で印象に残っているものあの事前にフリップに書いてきていただきましたので、まずは高木選手の聞いてみましょうか高木選手から見せてください、はい、お願いしますはい、はい、何て書いてありますか怒りのエネルギーを力に変えて結果に結びつけろおこれはどういうシチュエーションで言われた言葉ですかこれはあのホームの長崎戦の前だったんですけど、はい、ちょっと僕が、練習中怒ってしまって怒ってでそれで、まあ、僕個人的にではないんですけどその長崎戦のミーティングの時にあのみんなの前で松橋さんがこの言葉を言っていて、まあ、これは僕に言ってるんだろうなと思ってそれで結果的にあの結果を出してあのベンチに帰った時にあのお前はやっぱりさすがだよって迎え入れてくれたのが怒りや力になったんだ一番覚えてます選手のこう力を引き出すのがとっても上手な言葉選びをされる監督ですよね千葉選手はいかがですか？そうですね、僕は松さんの言葉って呼んでないんじゃないですか松さんいきなり松さんで言うんですかゆきさんじゃないあ、そう、みんなゆきさんじゃない、俺松さんですあの VTR もちょっと出たんですけど、はい、これです、はい、目の前の敵が最強の敵、うんはい、選手ってやっぱどうしても順位を見がちなんですね、はい、対戦相手の、はい、あ次は下位だから勝てるだろうとか、うん、上位だからちょっと集中しねえとやべえなみたいなそこの部分を正してくれるような言葉で、はい、だからこう一試合一試合目の前の試合に集中して戦えたんじゃないかなって思いますね、いや、シーズン通して、はい、あの取材をする中でも監督はもちろんですけど選手の皆さんの口からも出てきた印象があります、うん、はい、そうですね、はい、松さんの言葉で松さん呼びましょう、はい、では堀米選手いかがでしょうか、はい、オフじゃないリチャージだっていうのはリチャージ、はい、リチャージどういうことですかこれはあのキャンプの時かなオフが2連休ぐらいあった時にみんながあーやったオフだってなった時に、あちょっと待ってオフじゃないよリチャージだよっていうためてこいじゃん充電しろとそうです充電してこいっていう、はい、なるほどいや本当に語彙力豊富で、ね、我々なんか放電ばっかりですけどね本当にもうちょっと集中した方がいいかもしれない私たちはね松橋監督の言葉でシーズンを通して選手の皆さんのチーム全体も締まったということですね、はい選手にはどんどん伺っていきますじゃあ続いての話題なんですけれども、はいはい、それぞれ3人の選手が選ぶ今シーズンのチーム内 MVP をフリップに書いていただきました、はい、それではまずは高木選手から伺ってもよろしいですか、はい、高木選手が挙げた MVP はお願いしますはいあ、堀米キャプテン色も色もまずは高木選手の理由から伺いますか、はい、今シーズンって書いてあるんですけど、はい、あの今シーズンだけではなくあの僕はゴメスの隣でずっと見てきたので、キャプテンに なってからあの人としても成長しましたし、やっぱりこうキャプテンとしてもどんどんみんなを引っ張る姿っていうのをずっと見てきたので、今シーズンに限らずずっとやってきたゴメスをMVP だと思ってますそうですよねだってお二人は5年目ですもんね、はい、新潟でプレーしてでも千葉選手からはこうキャプテン堀米選手っていうのはどんな風に映ってましたかいやもうちょっとさっきなんでしょうねそんな、まあ、こういうキャラって僕知らなかったので、はい、何回か面識ありましたけども一戦する前は、はい、こんなしっかりしてる青年なんだと思ってまあ、ホリーにはね、これからも呼んでない、ホリさんいるからややこしいいや、ホリさんはホリさん、ホーリーにはね、これからも J1 のね、はい、チームを引っ張る、キャプテンとしてね、はい、まあ、来年キャプテンかどうかホーリー、わかんないけど、まだ決まってないけど、まだね、今年までキャプテンですけども、はい、狙ってますか、ちょっと来年の選挙やるんで、キャプテン総選挙あるんで、総選挙誰が勝つかによって、まあ、違ってくると思うんですけど、はい。まあでも頑張りました頑張りました、はい、そんなキャプテン堀米選手が挙げる今シーズンのチーム内 MVP はどの選手でしょうか
お選手じゃないですけど、もう松さんしかいないでしょ。松さん、おい、使うな、松さん。俺の松さん、使うな。松さんしかいないっすわ。松さん、泥棒すんな。本当に泥棒。言わずもがなだと思いますけれども、はい、この松橋監督のもうここまでの選んだ理由というのはいかがでしょうか。いや、本当にずっと引っ張り続けてくれた、僕が引っ張ったんじゃなくて、力さんがやっぱりずっと先頭に立って、僕たちは本当にそこについていくだけだったし、まあ本当感謝しかないですね。やっぱり松橋監督も言葉で引っ張るじゃないですか。堀米キャプテンも言葉が結構印象的なんですけども、ちょっとこう引用したりとか勉強したりとかはあったんですか。いや、でも最後の方は力さんだんだん喋んなくなってきて。あ、そうなんですか。はい、最終戦の前のミーティングでも、今日ほど言葉がいらない試合はないって言って、みんなで早くスタジアムに行こう、もう5、6切れだよ、5、6切れ5、6切れ松さん、5、6切れ松さん、あったんですね。その分結構僕が喋ってました、エンジンとかで。そうですね、喋るのは意識してました。私聞いてみたかったんですけど、堀米キャプテン、試合前のエンジンスピーチが TikTok の動画などでも話題になりましたけど、はい、最終戦を前にどんなことを話されたんですか。気になります。何言ってましたっけ。いや、何も特に言ってない。そうですよね。普通でしょ。なんかいつも似たり似たりもうあんま僕入ってこないです、正直。正直全然入ってこないですよね。千葉劇場で頭いっぱいじゃないですか。そっちで、そっちで。もういつも通りでした。感慨深くなりすぎてもやっぱり試合前良くないと思ったんで、はい、いつも通りみんなで戦おうっていう、それだけで平常心でした、はい。そして千葉選手は今シーズンのチーム内 MVP はどの選手でしょうか。はい、僕はですね、はい、小島選手です。おーゴールキーパー、はい、まあ、守備の安定の部分はもちろんなんです、まあ、非シュート数も少ないんですけども、はい、その中でも際どいシュートをねしっかり止めてくれましたし、で PK のねストップもありましたし、はい、あとなんといってもやっぱ攻撃的なチームを支えるキーパーはもう彼しかいないっていうぐらいのプレーを見せてくれましたので、ビルドアップの部分の貢献、素晴らしいものがあったと思います。やっぱり小島選手がビルドアップで貢献するとどんな良さがありますか、小島選手っていうのは。いや、彼のところで一人フォワード選手引きつけてくれるだけで前線に数的優位が生まれますんで、はい、そこはすごい僕たちもすごい助かった部分ですね。堀さん、はい、これゴールキーパーってなかなかこうフィーチャーされづらい部分もあるんですけれども、はい、これ1点止める意味っていうのが本当に大きいんですよ。選手もそのあたりっていうのは感じてますか。堀米選手いかがですか。いや、本当にビッグセーブ、今見てる映像だけでもかなり難しいシュート止めてくれましたし、いや僕も結構小島選手 MVP、うん、選手で言えばちょっと監督書いちゃいましたけど、はい、選手で言えば小島選手、はい、うん、あ、それくらい貢献されて。小島アナはどう思われます。誰が一番。大島です。ありがとうございます。ナイスリアクション、ありがとうございます。ナイスリアクション、ありがとうございます。いや、でも小島アナって一緒になって、小島選手も今シーズンから完全移籍で新潟で戦う覚悟も、最初のとことんアルビって番組で5月に取材させてもらった時は、はい、本当に強い覚悟っていうのを感じたので、はい、もう上げていただいて、はい、僕も本当同意見っていう感じですね、はい、小島選手。新潟来てからちょっと怪我に、ね、悩まされた部分があったと思うんですけども、今シーズンはフルで全部出てますんで、はいはい、そういった部分は貢献度高いと思います。以上です。ありがとうございます。なんでちょっと早くとになったんですか。いや、ちょっといや、いろんなお話が来て本当に楽しいですね。本当にこの今挙げていただいた選手だけではなくて、もっともっとも今シーズンは27人登録選手のうち20人の選手がゴール決めてるんですよ、はい、すごいことですよね。みんなに MVP 与えたいです、はい、これだけ皆さんゴール決めるってなかなかないことですよね。いや、多いと思いますね、20人は、はい、僕も取りましたし、はい、よし君もね、はい、たくさん取りましたし、これもしっかり取りました。笑いしか取ってない。うまい。笑いしか取ってない。お上手ですね。笑いのゴール。笑いのゴーラー。そうですね。笑いの得点王で。そして最後にですね、はい、来年を J1 で戦うチーム、そしてその来年のチームの戦いに向けた意気込みを堀米キャプテンにいただければと思います。最後、意気込みをいただいてもよろしいでしょうか。はい、アルビがいるべき場所にやっと戻ることができた。それだけだと思ってます。これから、J1 で、自分たちがどういう戦いができるのか、どこまで上に行けるのかっていうのが、大事だと思いますので、まあ、今はしっかり休んで、喜んでまたリチャージして来年に向かっていきたいなと思います。はい、ありがとうございました。本当に我々も
はい、そうですね。これより以上の力で応援しましょうね。はい、はいはい、そうしましょう。じゃあここまで今日はアルビレックス新潟から堀米キャプテン、そして高木選手、千葉選手にお付き合いいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。これから皆さん各局のロス時代のニュースに出なきゃいけないんで、千葉選手はそのままよろしくお願いします。よろしくお願いします。